メイン会場の一つ青葉区の西公園では伊達武将隊の演舞やスズメ踊りなどが披露されました。また牛タンや箸に巻いて食べるお好み焼き、山形のどんどん焼きなど東北6県のグルメブースにも長い列ができました。もちもちスズメ踊り。東北絆祭りは東日本大震災からの復興を願う東北六根祭の後継イベントで、仙台市での開催は7年ぶりです。午後には東北六県の祭りの踊り寺が市内中心部を練り歩くパレードが行われます。